皆さん、こんにちは。こんにちは。こいだらと会のももです。アラビです。ハベコです。はい、本日は、はい、南小岩にあるフレンチバル、ビストロヒロさんに来ています。うん、ほー。ビストロって小岩に。隠れがフレンチバル。隠れてるもんね。でも駅近だったよね。そう、結構近い。ね。近くなって。期待大でございます。よし、ヒロさんに会いに行こう。ヒロさん。ヒロなのか、果たして。村上とも書いてある。あ、本当だ。え、ポークテリーヌカンパーニュとかレバームース、あと有機野菜を使った、まあ、10種類以上使ってるサラダとか、あとこれはお酢も5種類6種類使ってるので、とあのメインですから今スペインのハラミスープ、赤ワインスープ今回です。じゃあ全部で了解しました。あ、本当。ちょっと待ってください、はい、乾杯をしたいんですけど。あ、ちょっとこちらに。あ、誰と？僕と。じゃあ一緒に。なんか飲むのなんか掛け声的な、まあ、フレンチバルならではの、まあ、やっぱアレサンテの方がかっこいいかもしれないです。もう一回言ってください。アレサンテ、アレっていうのは僕が言います、はい、そうするとみんなサンテって言って、アレをシェフが言って、私らがサンテ行くよみたいな感じです。あ、じゃあアレって言ったらサンテの方がいいと思います。あ、じゃあアレお願いしていいですか。チンチンってやっぱちょっとなんか、じゃあ乾杯しましょう。アレサンテ、いただきます。おいしい、おいしい、あ、おいしい。全員おいしい。サンテ、サンテ、サンテってどういう意味でしたっけ。健康って意味。健康。一品目来ました。サラダです。有機野菜だってよ。体にいいやつです、ね。10品目、ね、使ってるみたい。10品目以上入ってるからね。言いづらかったね、今ね。いただきます。結構たくさんのいろいろ入ってて、これは何だろうって。ね、黄色いお野菜全部こう聞いていきたいもん、ね、これは何だろうって気になる。いただきます。夏野菜は、うん、え、なんだろうこれ、なんかすごいシャキシャキしててさ、あ、なんか長いやつこれ。あ、それね、ラディッシュ。ラディッシュかな。ラディッシュは入ってますか。丸い薄いやつ、これは何ですか。ヤーコンです。ヤーコル。ヤーコンです。ヤーコン、ヤーコン、ヤーコン。おいしい、めっちゃおいしい。ブドウたっぷりなんで畑のようなし。これすごい美味しい。これ多分ね、10品目あるけどね、珍しいものいっぱい入ってる。いや、このドレッシングもやっぱ美味しいです。ドレッシングはオリジナルですか。オリジナルのドレッシングは、全部かかってるドレッシング自体のソースは、3種類かかってて。3種類。シーザードレッシング。シーザーも。すりおろしドレッシング。有機の人参のおろしたドレッシング。 あとシェリービネガー、白ワインビネガー、赤ワインビネガー、フランボワーズビネガーを使ったオリジナルのドレッシング。すごい、もう今数えただけで7つ入ってたよ。フランボワーズとかも入ってるんだ。確かにちょっとフルーティーな味がします。ね、うーん、おいしい。うん、なんかシーザー系の、ね、味するよね。結構ね、うわ、マジで野菜が新鮮すぎて、ね、ずっと最後までシャキシャキしてる、ね、うわ、なんか珍しいのいっぱい入ってるな。こういうのも入ってる。シェフ、この細長いこれはそれこそ江戸川の小松菜。お、江戸川の小松菜です。江戸川の小松菜。これが江戸川の小松菜です。江戸川の小松菜がこのおしゃれなサラダに変身いたしました。素晴らしい。この長い黄色いのは何ですか。長い黄色いのは、雪野菜の、金美人参を使った
キャロットラペっていうフランスの定番な惣菜なんですけど、一度塩もみしてマリネしたサラダです。うん、すごい。隠し味でクミンが入ってます。クミン、すごい、すごいことは分かったけど、今何も覚えられなかったいやもう専門用語とかね、いろいろありますもんね。キャロットラペっていうのは、ラペっていうのは削るっていう意味なんで、ラペ削った状態のマリネをキャロットラペっていう。人参の削ったやつですね、うん、素晴らしい。江戸川のコメントダメよ、私にビストロをこう語らせたら全部輪になっちゃう、言葉がどういうこと、カタカナ苦手なのこのキャロットラペはどこで取れるんですか？取れる、どこから、海外。僕今直送でやってるのは千葉のサンバファームっていう。あ、日本で。はい、千葉のサンバファームから取ったやの有機野菜です。すごい。そういうの現地に行ってなんかこう見たりするんですか？こういうのがいい。なかなか行けてないんですけど、あの1年前に船橋で働いた時のから付き合いがあって、でお店やるときにここの野菜、本当に人参一つでも本当すごく美味しいので、だからあんまりそのフレンチってすごくマリネしたりすごい加工はするんですけど、サラダに関してはすごいシンプルにしてます。ドレッシングの方に頑張って、野菜の方はもう純粋に当日いつも水にさらすとか。こんだけ珍しい野菜いっぱいあるのっていうかね、知ってないとゲットできないじゃん。レバームースブリュレ仕立てですね。すごいおしゃれな、ね、芸術的よ。これがね、この散らしてる粉がね、シャレを積む感を出していくわ、うん、これいろんなとこはさ、バケットとさ、このペースト別々でよく出てくるの見るじゃん。刺さってるっていう、いいね、なんか芸術性ね。シェフ最高です、ありがとうございます。なんとレバー苦手な人でも食べれるペーストということで、いや素晴らしい。どういうことなのかっていう、私は結構レバー大好きなんですけど、うん、じゃあももちゃん、あ、まずはどう、好きな人か。じゃあ、え、これ待って、これ取ってつけて、そうだ、食べるという感じでいいですかね。このさ、あ、どれにしようかな。あ、ちょっとなんかジェンガみたいになってきた。あーはい、負けすぐ崩す。食べ物で遊ぶのはやめましょう誰やねん。結構ガッツリいっちゃっていいですか？いいよ。この赤いやつが気になるんだけど、結構ちゃんとペースト、赤いやつが、ね、赤いやつが気になる。これレバーに見えないですよね、うん、じゃあちょっといただきます。ほら、急サクサクして、うん、おいしい。ぜ、え、おいしい。全然レバーの臭みとか全然ないよ。マジですか？普通になんかお肉のペーストみたいな感じ。めっちゃくちゃ美味しい。なんか、結構レバーレバーしてるかと思ったけど、レバーレバーめっちゃ美味しい。じゃあはい、ちょっとじゃあ、え、マジめっちゃ美味しい。あ、日本食べられると思う。気をつけて。どっち。おいしい。あ、レバー感ない。ないよ、ね。マジで本当に。え、食べてみ。あ、でもちょっとだけほんのり後から鼻から抜ける香りがレバーですね。うん、まあね。でも全然。あ、なるほどね。いや、美味しいかも。うん、確かに。いや、美味しいよね。いや、ここね、レバー苦手なんですよ、うん、レバー苦手な2人なんだけど、ちょっと今トライしてみたんだよね、うん、なんですかね、何が違うんですかね。なんでこんな癖がなくできるんですか？まあ、単純に朝取りのレバーでやってるっていうのと、朝取り、いいレバー、あと強火で一気に表面を焼いてるので、それで臭みも取れるし、あとはもう純粋に玉ねぎと赤ワインと北海道の生クリームと塩だけで作ってる。そんな企業秘密言っていいんですか？大丈夫です。全員言ってます。やっぱね、腕がいいとね、自信がね、まで、できる。お客さんなんかいろいろ入ってるように、なんか想像するんです。うん、いろいろ入ってるかと思います。実際はもう単純に玉ねぎで甘み出して、赤ワインと生クリームと塩だけです。へぇー。大体40分ぐらい、付きっきりで。
やるって感じです。手間暇かかって一度でも弱火にしちゃうとやっぱり風味とかあれがその変な臭みが出ちゃうので、へえ、強火で一気に。じゃもうやり方一つでやっぱこんなにも変わってくるんだね、うん、だからこれレバー漬けが増えるものだよね。この赤いやつ何ですかね、胡椒かな、あ、違うか、これは胡椒だよね、これは何だろう、このちょこっと乗ってる赤いものは何ですか、この上の赤いやつって何ですか。赤いのはあの生地を使ったベリーソース。ベリーソース、フルーツって何でもあるんです。ちょっと隠し味的にかけてます。最高で、それでフルーティーさでね、それもあってもレバーがちょっと臭みも なくなってるのか、食べやすくなって、美味しい、食べちゃう、食べちゃうよこれは。ちょっとワイン欲しくなるね。最高です。はい、本日のメインの牛ハラミステーキ、牛ハラミめっちゃ美味しそうだね。めっちゃ美味しそうですね。釘付けだったもんね。もう輝いてますもん。お肉好き。お肉大好き。ハラミが特に好きなんです。あ、そうなの？あの焼肉の部位の中で。ぴったりよ。ぴったりです。最高じゃん。はい、もうじゃあなべちゃんから行こうよ。どうぞどうぞ。え、いいんですか？いいよ。あ、いいよ。いいんですか？ありがとうございます。2杯目のお酒とともにね。そうよ。ちゃんとね、ブロッコリーも食べなさい。お姉ちゃん。なんかこれにもいろいろな野菜が入ってるね。いや、お野菜いっぱい入ってるの嬉しい。嬉しいよね。ね、森うまくない？うん。適当に。さあ、いただきます。はい。わあ、分厚いね。すごいわ。頑張って。頑張って。させない。あ、一口いった。肉厚めっちゃ口やばい一口でいくやばい、かわいい、だかわいい本当に噛むごとに肉汁がすごい出てきて、うわー、ちょっと食べてください。ありがとうございます。食べていいですか？いただきます。シェフみたいな。いや、これじゃあ、お次いたします。だいぶいったよね、一口、ね、大丈夫かなと思って。あ、ありがとう、ごめんなさい。大丈夫です。ちょっと森が下手な方で許してください。ありがとうございます。これでよろしいですか？はい、美味しい。私さ、こういう時こうやってなんか野菜から食べちゃうんだよね。なんでやねん気になっちゃった。肉から切る。うまっ。なんだろう、この野菜。野菜もこれはちょっとなんか、ね、メインになってるよね。いろんな野菜を発見するから、ね、今日初めて出会う野菜いっぱいすぎて。私野菜好きだからさ。あ、ソースも美味しそうだわ。うん、うまうま肉肉しい。噛み応えあるけどちゃんと歯切れが良くて旨味も効く。私この旨味、肉のさ旨味とともに飲む黒ビール好きなんですよ。この苦味と旨味でだから頼んだの。これ熱いんだよね、さっきから汗かいてしょうがない。マジで美味しい。ハンズルなんかいや、ほんと私もう最近なんか半袖だよ。春なんですけど、今撮ってる時期はね、中長袖着てる。熱っ熱っ、もう脱いじゃいたよね。どうぞどうぞどうぞじゃねえよ。じゃあ野菜もいただこうかな。うん、この本当に美味しい。このねソースもめちゃくちゃ美味しい。うんうん、柔らかいし、すっごいモクモクと食べてる。ね、もうペロッと食べた。好きなんやね。食べなさい。お肉モクモク食べる。お肉好きなんでしょ。いいんですか。めっちゃ嬉しそう。可愛い。美味しい。野菜も本当にメインディッシュみたいになってる。うん。うんうん、
本当にこのさビストロヒロさんお野菜こだわってらっしゃるじゃん、うん、だから全てにおいてこう添えられてるお野菜もメインだよね、うん、いろんな野菜に出会える、うん、から楽しいわ。美味しい。バルだったわ。いいフレンチバルだった。どうだった？本当おしゃれで、もう野菜とかがすごい珍しいたくさんあって、それがすごい印象に残ってて。美味しかったよね。興奮したよ。美味しかった。たくさんの野菜に出会えて嬉しかったです。いや本当に有機野菜だし、うん、ね珍しい野菜ばっかりだったしね。じゃあ皆さんあれで締めましょうか。締めましょうか。それでいきますよ。あれ、さてー。Woo!